どうもこんにちは、新米クッキングのひかです。それとりょうまです。りょうまですね。今日は、久々にデザートを作っていきたいと思います。何を作るかと言いますと、チョコパンを作っていきたいと思います。では作り方はりょうまさんが得意なのでよろしくお願いします。はい、じゃあまず最初に、じゃあお父さんが言うからね。強力粉 280g、 あ、ハサミこっちあるよ、できるか、できそうだな。ここで手こずるんだよ。ここに入れていこう。まずこれ 280g。 はい、いいよ、どうぞどうぞ。はい、しゃがんでしゃがんで、座って座って、よし、はい、座って280。はい、ボウルに移しましょう。そうそう、ココアパウダー 20g、 20g 入れたいと思います。砂糖 40g。 はい、このパン作ったら何回目？3回目喋んなさいよ。3か5。じゃあもうベテランだね。はい、40。はい、塩 3g。3g。 ドライイースト 6g。 ドライイーストは大丈夫。ドライイーストだね。だから 3g。 はい、目分量まずいな。はい、これちょっとつけて、ドライイーストもできたし、バター 40g。 もう一回皿持ってこないと。じゃあお皿お父さんが持ってくる。楽しくやっていこう。はい、しゃべりながら。ああ、ハサミでちょん、これ外にちょん切ってこないから。板チョコ2枚ガーナ使っていきたいと思います。ボウルに A を入れ、砂糖とイーストにかかるようにぬるま湯で注ぐ。これぬるま湯にしないといけないの？これレンジで30分。30分？あ、じゃあ30秒だけど、うん、温かくなるまで。バターは600W で10秒。 600W で10秒。はい、これ取っちゃう。いいか、いいよ、つけとけつけとけ、取るよ、いいよ、つけとけつけとけ。なんか重いからもう取っちゃうっていうみたいです。はい、重かった。次はこれ10秒ほど。10秒待ってよ。はい、ボール入れて、これは、これこれ10秒ぐらい、20秒ぐらい、600W 10秒。ゲラを赤くするらしい。これで溶けてないやん。溶けてないね。今日ココアパウダー、ココアパウダー入れます。待って待って待って、はい、はい、どうぞ。今度砂糖と一時、はい、砂糖も入れます。見して見してから、ザーッと。そしてバター入れたの？これ塩も入れるの？そうだね、塩も入れるね。はい、塩も入れます。はい、塩も入れます。はい、今度バターも入れます。ミシミシミシ、こんにちは。はい、はい、オッケー。何グラムこれ？6グラムだね、オッケーだね、一袋だね。まあ、こんな感じになってます。見えますかね？こんなで。かけていけよ。かけてって、はい。美味しくできるかこれ。見た目、うわ、ゆっくりゆっくり。ちょっとだけ落とさないな。その間少しお掃除をして。そうだね。これ水が少なくない？大丈夫？ここにないといけないんじゃないの？で、普通はこねるよ。じゃあ今度手でこねて。はい、バターもんだ。そうそう、グイグイッグイッと回して、グイッ回して、グイッ回して、グイッ。お父さん、これうん、
菜箸でぐるぐると混ぜ、粉に水分を吸わせる。だそうです。大丈夫。混ぜにくくなったら手に変え、滑らかになるまで5分ほどこねるって。手についた、打ち粉をして取り、ここから。打ち粉しよう。打ち粉？うん。打ち粉って言ったらね、あの、また生地を加えてかな、あの、粉を。いいか、大丈夫か？大丈夫、そうだから、これ見てごらん、バターがある、バターが。あ、お父さん使うね、はいはい。よし、もっとこう、ぐい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 いける。こうやって。なんかバニラアイスクリームの匂いしてきたね。じゃあ今度、接種交代。大丈夫？多いんじゃない？これどう、まだ甘い？大体この、これはこれ、こういうのになるわ。こんなってないか。よし、じゃあ次は丸くしていくよ。丸くしていくよ。こなしてるの？丸々だよ。だから丸々する。わわ。ほほほほ。はい、行きましょう。まあ生地はこんな感じです。見えるかな。生地はこんな感じ。こんな感じでして。はい、これにラップをかけずに、オーブンで35度発酵したいと思います。40分間です。はい、オーブンとかに移りましょう。40分なってますね。はい、じゃあここでスタートします。じゃーん。はい、40分経ちましたので、一次発酵が終わりましたね。今度はどうするの？粉を指さそう。あ、当たってる？そして手のひらも押さえ込む。ガス抜き。ガス抜き。待ってよ。ガス抜き早いね。痛い。剥がし抜きしまーす。何等分するいや、まな板に取り出し、包丁で8等分抜き。どこだ。こっちにかかえてる。8等分って書いてるね。ただここを開けるでしょ。で、ここも大きいでしょ。生地にこれを乗せていきます。これを入れていく、ね、入れない、いっぱいあるから。うん、これを包んでいく。そうすると、こんな感じにすると、こういう感じになります。はい。じゃあ、
どういう。こんな風にできました。あとは二次発酵します。その間にラップをかけて、はい、ラップをかけてこのまま10分ほど待ちたいと思います。はい、二次発酵が終わりましたので、これからオーブンに入れて焼いていきたいと思います。いい感じでできるかな。見せ見せ見せ。で、15分だから。はい、じゃあ焼いていきます。はい、焼いていきます。じゃあ下のじゃんね、気をつけてよ。はい、そうそう、だけど15分焼いていきます。売ってない売ってない。はい、15分。砂糖砂糖、オッケー。これから15分待ってきたいと思います。はい、15分待ちましょう。はい、焼きが完成しました。もうあと最後まで出来上がるまでもうちょいですね。今から粉を振ってきてと思います。美味しそうですね。もう匂いポンポンしますよ。ちょ、8個にかけて。いい感じじゃない。言ってる。でも、まいった。いい感じだね。はい、OK。 はい、実食といきましょう。はい、食べていきましょう。はい、自分はこれを食べていく。ただ、ね、これ食べるか。これせっかく取ったからな。自分はこれを食べるぜ。お父さん、これ熱。お父さん、これ食べるね。じゃあ、1枚ちょうだい。はい、自分の両方に出して。じゃあ、俺はこれにする。じゃあ、俺はこれにする。あ、これ、ここから取るんじゃなかったの。はい、座って。あ、こっちか。ああ、俺座って。はい、1つしかなかった。いただきます。いただきます。はい、カメラ向かって。うまいしんで。うまいで、うまい。あ、ふわふわいちゃう。うん、うわ、ふわふわです。中もちゃんと溶けてます。うん、今入ってるね。うん、これならお店に出せそうだよ。ただチョコはもっと入れとった方が良かったんだね。どんな？美味しい。美味しいね。美味しいよこれ。というかチョコ入ってないぞこれ。入ってる？これ？少な。少な。4つ入れ、2つ入れたさ。4つ入れんとダメよ。うまいね。うん、うまい。うまいしか出てこない。これ落ちてる。ほい。ぐ完食で、完食だね。よし、終わりにしよっか。動画は以上となります。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまた。バイバイ。